イモさん800円スパチャでございます。演出は主演でなくてイラついてギルマーの服破ってらしいです。ああ、それって今シーズンの話なんですか？俺その動画見たんですよ。だからそれ今シーズンの話だとしたら演出は相当あれですね。やっぱ負けず嫌いですね、演出は。ああ、去年の話っすよね、やっぱ。ああ、やっぱ昨シーズンの話っすよね。そう、デゼレビの対応がすごい良かったっすね。デゼレビってなんか結構戦術に目行きがちじゃないですか。けど結構人間としても面白い熱い対応しますよね。ちゃんと戦術と厚さどっちも持ってますよね。あと選手の交代させるタイミングとかも俺結構センスあるなって思いますもん。まあそれこそソリーマーチとダフードも同時に変えたのとかも結構良かったっすよね。やっぱちゃんとサマーシリーズ重い人を見抜けてるんだなって思いました、そこで。だからコンディションちょっと安定しきってない人はあの同時に変えたイメージあったんで、まあ僕の解釈ですけど勝手な。あ、ちょっとね、サマーシリーズ重かった人をちょっと大事にしてあげてるんだなっていう。で、エンシソに2分だけちょっとね、出場時間与えるっていうのも、それはどういった意図なのかちょっとわかんないですけどね。いやでも期待は絶対されてますね、10番つけて。あ、そうっすね、アヤリ、アディングラね。いや、アディングラは多分めっちゃ見れると思いますね。もう完全にギアチェンジのジョーカーというか、まあ、ソリーマーチのコンディションを安定させる意味でもやっぱ右利きで外側に利き足がある状態で、まあ、ちょっとマーチとアディングラはやっぱり足の回転数違うじゃないですか。アディングラの方が回転数早いんで、そこで相当ギアチェンジになると思うんですよね。まあ、それこそ、まあ、自転車の、まあ、マーチがギア6ってわけではないですけど、まあ、ギア4からのアディングラなんか高速で足回りますから、そこはちょっといいと思いますよ。俺はあの形はすごいいいと思います。で、多分三笘休ませたい時にアディングラは絶対左ウィングでスタメンで出すと思いますね。だから基本ソリーマーチと交代して右ウィングでギアチェンジがアディングラの役割で、で三笘のターンオーバーの時だけアディングラ左ウィングやると思いますね。かまあ演出がね、早く調子取り戻してくれれば演出がターンオーバー役になると思いますね。いやだからブオアノッテの序列がね、ちょっと相当落ちちゃいますよね。やっぱりシモアディングラいますからね。あ、ドン引きの相手にはやっぱりクロスかカウンターなんですかね。まあそうですね、クロス、まあ基本クロスになりますよね。やっぱりもうスペースないんで、かもうあの相手の5バックの隙間に敷き詰ませて縦パス入れてもフリックしてそのラインを貫通していくみたいな。でもそれってめっちゃ難易度高いんで、まあだからそこね、デブライネ、ハーランドみたいな感じでピンポイントクロスというか、まあそれこそね、この前ルートンタウン戦で行った三笘からソリーマーチみたいなのをガンガンもっとね合わせていかないと勝ち点はこぼしていっちゃうのかなっていう。あそこやっぱ勝ち点こぼさないのがやっぱりマンチェスターシティだと思うんで、それはあると思いますね。アヤリもね、いや僕アヤリが出る本当にスタメン安定するとしたらやっぱりカイセド的なリバプールでいう遠藤航的な選手とアヤリ組み合わせないとちょっと怖いのかなっていう。ちょっとダフードとアヤリだとやりすぎなのかなちょっと俺は思いますね。ということで、はい、動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。